なムーブで来たよ。めっちゃグイーンって来た。俺に気づいたな。こっちやったら狭かったね。けどこなん？なあそっか入れるわ。出てくるかな。でもこれなんか微妙な、なんかあったかくもなく寒くもなくみたいな。ちょっとのあったかくした、ね。
間違った。知らなかったみたいな。誰？あの二人マスクしてるから分からなくないか。ちょい。ソーシャルディスタンス。ソーシャルディスタンスやるのかなか。ソーシャルディスタンスやったろうやねんか。ソーシャルディスタンス。海浜自然センター。海浜自然センターどこ出てきたら奇跡やね。ナビ振るよ。あ、出てきた。マジで出てきた。オッケー。一般ルート一般の返せ。こっちあれよな、戻れって言うよな。いや、山中越えって言って、なんていうの、大津を通らへんルートで滋賀を抜けていくのが一番いいんだよ。ルート抜けて、まあ、そこでぐるって回ったら、これ、うん、それがいいと思う。ぐるっと、で、すぐ右折やね。まもなく右方向です。すごいやろこれ。すごいよ。私浮くんやろかでも。初めはめっちゃへんてこなやつ作ってたんか。これじゃあかんわと思って。この間水曜日のダウンタウンで、なんかペットボトルゴミで拾った船で津軽海峡渡るって企画やってたけど。これを紹介してたそのホームページでは、あ、うん。3時間ぐらいだよ。うん、大破してた。ああ、大破するんや。大破っていうか、なんかもうゴンテープがあれか。すげえな。めっちゃ集めた。去年から集めてたから。これあるだけ全然楽しめそうや。なんか浮き輪とか持ってきた方がいいかなと思って。全然いらなそう。まあこのこれの実験も兼ねてって感じ。そう。よいしょ、そっちがメインになるかもしれない。これはもうちょっとでも泳げりゃもう満足やし。よく一人暮らしの時に海行ってなんか2時間くらいだけ泳いで帰るとかしてたから一人で。ガチです。ガチでどんだけ好きやねんって。海パン売ってきたってな。そんなレベル？どっかで買いたいの。あのゴーグルも買いたいの。ゴーグルは持ってきた。いいだ。うん。当たり分。常に持ってきた。サンキュー。なんかさ、買った覚えのないさ、買った覚えのないさ、ゴーグルが入っててんの。俺これ買ったっけみたいな。今日開けたらなんか3個なっててさ、あれこれもしかしてゴーグルが子供産んだかなと思ったんやけどさ。こんなん買った覚えないんやけどっていうのが1個増えてた。しかもそこそこいいやつ、リーフツアーラーってブランド。それは置いてきたけど怖かった。あれ拾ったんやっけな。あれ拾ったんやわ多分。海に落ちてたんや。そうそうそう、泳いでたら新品のゴーグルが海に沈んでて、いやこれめっちゃいいやつや思い出した。去年拾ったんやろ。あっこの店で食べたことある。あのほら、まあっこじゃないけどさ、ああいう川の上であるやん。あるで。え、俺だって俺そこでプロポーズしたの。ヤバぽよ。え、そこでガチでそこで千と千尋みたいな。そうやで。めっちゃたまたまやけど話題の振り方はすごいやん。マジであのフナツルっていうフランス料理なんですよ。そう、あんな風貌でフランス料理。うん、フランス料理和風やけど、なんか上にさ教会があんねん。
ガラス張りの。結婚もできる。そうそうそう、結婚式もやってるとこないけど、ディナーの時にその教会借りてプロポーズした。カッコつけすぎやろって言われる。このまましばらくまっすぐでいいよ、ずっと。パイパンカムやって、あの途中でさ、あのプラントっていうとこがあんねやんか。うん。そこで買ったらいいと思う。めっちゃ凍ったお茶持ってきてね。プラントで、いや、どっちでもいいんやけどさ、飲んだから何泳いで飯食うのも近、あの、ちょっと走ったらオバマの街があるからそこでも食えるし、プラントってとこで結構あの弁当やら何やら買えるから、そこで買って、買った飲みで食ってもいいなと思って。まあいいんちゃうそれ。うん。多分旬的にはそっちも喜びそうやな。うん、な、保冷剤も持ってきてある一応。いや、プラントで昼飯食う、買おうか。PMJ のサロン喫茶守備めっちゃ撮ってた。俺のプロポーズのやつ全部入ってるやん。メインパーソナリティの井上俊です。今そこはカットするかもしれない。ソーシャルディスタンスでお送りしてるの。そう、今回は、今週はソーシャルディスタンスでお送りしています。千と千尋とジブリの映画や、うん、見に行かなか、見に行かなか、そう、見に行かなか、どこに、二条、あ、二条やってんのよ。ダークナイトも二条でやつ。個人的には改めて映画館で見るとは思わへんやつやな。もうちょいなんか俺の惹かれるやつみたいな。あんまメジャーなやつ好きじゃないもんな。いや、そんなことはないよ。そんなことはない。なんなら逆にあのパイレーツの1を見たい映画。ああ、それはある、うん。パイレーツの一番最後のやつはどっかでやってたけどな。あれも面白い。2、3セットで見たら面白いけど、やっぱちょっと3がややこしいから。なんやかんや。単体で見て面白いのは1と5な気がする。うん。1はいいよな。アクションもすごいこだわりというか、アイディアが面白い。カジーもかっこいいし、若いし。ラストもなんか軽快な感じ、なんていうの、うまいこと騙されたって感じで。いた、口噛んだ。道わかる？あ、わからん。わかる。そっから出て、そこの交差点の前。何言うてもないか。いや、いいよ、もうわかる。てか、そんなややこしい道じゃないね、もうこっから。方向音痴。左。もうここは俺何回も来てるから。2枚だ。じゃあここで生まれ育ったって言っても過言ではない。それ過言や。流れるようなツッコミやったもん。俺と旬で30になったら NSC 入るか。第8世代、第8世代。8は無理やろ。今のが第7やろ。次第8や。遅咲き、遅咲き、遅咲きラフレッシア。ありそうやな。ねえねえ、遅咲きラフレッシア。ポケモンじゃなくてラフレッシア。うん、いや、ほんまにある花やで。あ、そうなの。うん。まっすぐ。全然5秒じゃなくて。いや、それは嘘やで。
あれも過言やから過言や、過言、過言です、どうも過言ズです。いときはそこボリーいるから、あれなんか乗ってるやん。え、乗ってへん、乗ってへん。ちょ、やめて、怖い怖い。乗ってへん。乗ってたで今。いや、あれは人形やろ。あ、人形か。うん。怖い怖い。よそ見したら。だいぶ怖い。よそ見したら、ほぼ100ハンドル制御を失うから。典型的なやつ。絶対よそ見したらあかんやつ。俺も直線でしかよそ見せんからね。カーブの途中よそ見たから怖すぎて無理やん。運転中ってよそ見すんだよな。めっちゃいるでポリって言って、すぐ人形って、人形っていうかあの波って分かるやろなと思ったらめっちゃジーって見てるから田んぼ落ちるとこだって。あれなんやろうな、学校みたいな。あ、そうなんですよ。メントス君面白い。もう認識されてるんです。いや、スイートナイトフィルムやらない。ガチで考えようかな。最近映画レビューちゃんと書いてへんの。自粛期間前にやるべきやったよ、本来は。スイートナイトフィルム、あ、自宅で見る映画特集。同じぐらいでも語れて、こういうところで紹介するのにふさわしい映画っていうのはなかなか難しい。それをまとめるとか。そうやな、なんか壮大すぎる映画だとまたあかんね。でまたプロット難しい映画っていうのもあるやし、まあ、ウィッシュは結構プロット難しい方だけど、話がめっちゃ前後左右する。前後左右はせえ、前後話が前後する。ちょっと一回止める。これ取れなかった。なんでもありやからな、旬の裁量やし。これまっすぐでいいの？うん、いいよ。もうあとこっからずっとまっすぐ。教育資金の家かな。やっぱ一番ベスト、この辺でベストはその青少年自然の家。多いから魚がめちゃくちゃいっぱい、結構でかいのが要素。なんかサザエとか取れんねんけど、めっちゃでかい。ヤドカリ見つけたけど、なんか手のひら原骨くらいあるサイズのヤドカリ見つけた。この道をくねくねくねって上がってる。こっちは逆に多分ペットボトルボートやりにくいと思う。でも何がいい？景色がいい。景色と海がとにかくいい。魚が多いし、あとまあ人もおらんし。
その警備のおっさんにバレたらなんか遊泳許可取ってるかとか言われて、前をここで泳いでたら OK もらったんですけど、いやそんなんちゃうねん。どうやって、で遊泳許可どこでもらえますって言ったら、2週間前に予約せなあかんって言ったら、じゃあ泳げへんってことやん。ディズニーなんだから。じゃあもうテトラポッドを外に泳いでますって。それはあかんって。あかんって、海やん。海で泳ぐの俺の勝手やん。上がるまでずっと横並走されてる。めんどくせえ。一人の時？一人の時。君がのこまでおるぞくらいの空気やったから気なのやばって、ヘドロポットは外泳いでもしなきゃいし思ってたけど、結構なんやろ、確かにそこを一歩抜けると一気にグーンって下がんねん。ちょっと怖いっちゃ怖い。あそこ結構人おるくない？まあいるやん、最多でいるわ。一番いるかな。到着。何の名刺やの。奥の方止めとこう。いつも止めたいんだ。止められへん。ないや。おっと。同じやつか。同じことしてんのか。このやつ。反対側回れってことやな。てかもうそこの駐車場閉めてたからね。なんてなんかいかにもそうっぽい人らしくな。すごいな。このまま。もう長ズボン履いて。オーライト。Thank you. よし、飯。まずは腹が減ってはなんて。腹が減ってはなんとやら。持ってたよ。前から到着。